ワシントン・ルイス・ペレーラ・デ・ソーザは、ブラジルの政治家。1926年から1930年まで、第13代ブラジル合衆国大統領を務めたが、後継指名の失敗により、クーデターを起こされ、ブラジル第1共和制の終焉を招いた。ルイスは1869年10月26日、リオデジャネイロ州のマカエーに生まれ、後に、サンパウロ州へと移住した。 弁護士になった後政界に転じ、1914年にはサンパウロ市長、1920年にはサンパウロ州知事に就任し、1926年にはブラジル大統領に就任した。当時は特に有力な州であるサンパウロ州代表とミナスジェライス州代表が同盟を組んで交互に大統領に就任するというカフェコンレーテ体制下にあり、 ルイスの就任も、その延長線上にあった。しかし、1929年の大恐慌により、コーヒーの輸出が激減して、ブラジル経済は、混乱に陥り、コーヒー輸出を力の源泉としていたサンパウロ州の、力も弱まった。さらにルイスは、公認の大統領に、ミナスジェライス州がオス候補を退けて、サンパウロ州知事、ジュリオ・プレステスを推挙したため、 領州同盟に、日々が入り、ミナスジェライスは領州に次ぐ、第3位の実力を持つリオグランデドスル州知事、ジェトリオドルネレスバルガスを大統領候補に擁立し、リオグランデドスル州や、パライバ州と自由同盟を組んで選挙戦に臨んだ。1930年3月1日の、大統領選挙は、プレステスが勝ったものの、これに不満なリオグランデドスル州とミナスジェライス州。 パライバ州は10月3日に放棄し、サンパウロ州、リオデジャネイロ州、バイア州、パラ州を除くすべての州が反乱に同調したため、ルイスは10月24日に辞任を余儀なくされた。外説ブラジル市、P121 山田六雄優比較賞は61年2月15日、初版第一冊、ラテンアメリカ自立への道 P149 前。 全秀富士編世界思想者1993年6月10日、第1冊、解説ブラジル紙 P136 山田睦夫優比格賞は61年2月15日、初版第1冊。ありがとうございます。